ゴンズイと混同されたことを根拠として挙げている。なお、沖縄では、ミハンチャギ、ミーハジキーなどの方言名が伝わる。果実が避けることに関するものと思われる。本州では、茨城県から、富山県より、西、四国、九州、琉球列島に産する。国外では、朝鮮南部、台湾北部、及び、中国中部に分布する。虹林や林園部に生える。 本種は一種のみで、ゴンズイ族をなす。その所属する、ミツバウツギカには、伝統的には五族が含まれ、そのうち日本に産する三種のうち残り二種、ミツバウツギと小便の木は、はそれぞれミツバウツギ族スタファリアと小便の貴族、ターッポナに含まれ、この三族をまとめて、ミツバウツギ赤とする。アグプ部ではこの赤をもって、ミツバウツギカとしている。そのうち小便の貴族は、 果実が肉質で劣化しない。ツ葉ウツギ属はやはり袋化をつけ、劣化するが基部で互いに融合して上部のみが開き、本属のように全部が避けることはない。また本属では種子には仮種比があるが、ツ葉ウツギ属では、それがない。種内変異としては、以下のものがある。また、果実が赤くならず白くなるものが、稀にあり、これは、シロゴンズイエフイバーニアと呼ばれる。 材は紅白色で軽く柔らかいが割れにくい。材としての利用価値はない。木ラゲ栽培の原木には使える。沖縄で枝をお祭りの際に使用したという。庭園樹などとして栽培されることがある。わかめは茹でて食用になる。中国では果実や種子を腹板や下痢止めとして用いる。以下、佐竹ほか、P44 四北村、村田。 P256、北村、村田。P256、北村、村田。P256、北村、村田。P256、八島。P385、清水。P300、牧野。P364、池原。P96、天野。P91、佐竹ほか。P44、佐竹ほか。P43、佐竹ほか。P44、天野。P92、池原。 P96 度のような祭り川不明清水 P300。ありがとうございます。